タチアナ・スアレスは、アメリカ合衆国の女子レスリング選手、総合格闘家。カリフォルニア州、ベルフラワー出身。ミレニア MMA 所属。元グラディエーター、チャレンジ女子フライ級王者。TUF23 女子ストロー級優勝。タテアナ・スアレス、タチアナ・パディアとも表記される。兄の影響で幼少期にレスリングを始め。 2007年の世界ジュニア選手権5 9ラム級で銀メダルを獲得。2008年にはパンアメリカン選手権5 9ラム級で優勝。世界選手権5 5ラム級で銅メダルに輝いた。2010年の世界選手権では準々決勝で吉田沙織に敗れたものの敗者復活戦を勝ち抜いて再び銅メダルを獲得した。しかし翌年、 トレーニング中に首の痛みを覚え MRI と CT 検査を受けたところ、甲状腺がんが見つかったため、甲状腺と複数のリンパ節を摘出する手術を受けた。手術は成功したが、2012年のロンドン五輪、出場は叶わなかった。2013年から総合格闘技の練習を始めると、翌年からアマチュアの試合に参戦し、2連勝を記録。 2014年7月19日、プロデビュー戦でいきなり、グラディエーターチャレンジの女子フライ級王座決定戦に挑み、タイラ・パーカー相手に参加ら0の判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。ザ・アルティメット・ファイター2016年4月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン23に参加。イリミネーションマッチで、チェルシー・ベイリーを下し、 クラウディアがデイリアがコーチを務めるチームクラウディアに選抜されると UFC との契約をかけた女子ストロー級トーナメントを全試合に一本勝利で勝ち上がり決勝に進出した UFC2016 年7月8日ザ・アルティメットファイター23フィナーレの女子ストロー級トーナメント決勝でアマンダ・クーパーと対戦し1アールにダースチョークで一本勝ちを収め優勝を果たした パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年5月19日、UFC ファイトナイト、マイア・ヴィエス、ウスマンで、女子ストロー級ランキング9位のアレクサ・グラッソと対戦し、1R にリアネーキットチョークで一本勝ち。2018年9月8日、UFC228 で、女子ストロー級ランキング6位のカーラ・エスパルザと対戦。3R にマウントポジションから、エルボー。 パンチを連打し、TKO 価値を収めた。2019年6月8日、UFC238 で、女子ストロー級ランキング3位の2位のアンサロフと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。